皆様こんばんは。本日はお寒い中、神戸ルミナリエ点灯式にお越しいただきありがとうございます。1995年阪神・淡路大震災で亡くなられた方々の鎮魂と都市の再生への夢と希望を荘厳な光に託してスタートいたしました神戸ルミナリエ。20回目を迎える本年も神戸の街に神戸ルミナリエに託された変わらぬ思いを感じていただければと存じます。私、司会進行をさせていただきます加藤由紀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは神戸ルミナリエ点灯に先立ちまして、今一度あの阪神・淡路大震災、そして平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災などで亡くなられた方々への鎮魂の思いを込めて黙祷を捧げたいと存じます。ご起立をお願いいたします。お名前ください。どうぞお座りください。では主催者を代表して神戸ルミナリエ組織委員会会長久本喜三神戸市長より皆様にご挨拶申し上げます。お願いいたします。ご紹介をいただきました神戸市長の久本喜三でございます。神戸ルミナリエ2014の点灯式にあたりまして、主催者を代表しご挨拶をさせていただきます。皆様方には師走の大変お忙しい中、また寒い中ご出席をいただきましてありがとうございました。今年のルミナリエもたくさんの皆様方のご理解とご支援とご協力によりまして開催にこぎつけることができました。協賛をいただきました企業の皆様、いろいろな面でご負担をお願いをしております地元の皆様、そして警察、消防、警備に当たっておられる皆様、さまざまな形でご協力をいただいている大学や企業、NPO、さまざまな皆様のおかげで今年もルミナリエを開催することができています。心より感謝を申し上げます。来年であの阪神・淡路大震災から20年になります。振り返ればあの震災の年の暮れ、神戸ルミナリエの光と輝きが震災に疲れ、そして震災への対応にまだ苦労をしている神戸市民の心を慰め、そして励まし、勇気づけたことを思い起こします。あれから20年の月日が流れようとしています。私たちは歳月が流れるのを止めることはできません。あの時第一線で苦労をされた皆様方が少しずつそれぞれの職場を退かれ、新しい世代の皆さんが入ってきています。
今日のこの点灯式にはこれまで例年最前列でお座りになり点灯式を静かに見守っておられました前兵庫県知事貝原俊富さんの姿がありません私たちは改めてあの当時震災への対応そして復旧復興に苦労をされました先人の皆様方のことを思いそしてあの時の記憶経験教訓を新しい世代に受け継いでいかなければならないという決意を新たにしたいと思います今年のルミナリエ選挙の時期と重なることがになりましたけれどもたくさんの皆様に神戸のルミナリエにおいでいただければと思いますそしてそれぞれの思いでこのルミナリエの会場を歩きそれぞれのありようで神戸の再生の姿そして震災を含む防災減災への対応について思いを巡らす機会にしていただければと思います重ねてこのルミナリエに対しましていただきましたご支援ご理解ご協力に心より感謝を申し上げまして主催者としてのご挨拶とさせていただきますありがとうございました今年の神戸ルミナリエのテーマに寄せられた作者からのメッセージをご紹介いたしましょう本年の作品テーマは神戸夢と光光を失った時闇との戦いが始まった尽きることのない悲しみとともに私たちは歩みを進めた初めての光かつて見たことのない輝きが街と人々を優しく包んだ時そこには夢と希望そして悲しみが混在していた光を浴びて何よりも美しかった人々の笑顔決して忘れることのできない光景だあの日以来私たちを見守ってくれた神戸の光いつかもっと素晴らしい街の輝きが灯ることを願って今年も点灯するアートディレクターバレリオ・フェスティ氏プロジェクトディレクターパオロ・マイモーネ氏作品プロデューサー今岡博和氏からのメッセージでした私たち被災地の希望のハーモニー幸せ運べるように生まれ育った神戸復興への思いを託して神戸で育った子どもたちがこの歌を歌って元気になってくれるようにそして子どもたちが歌うこの曲を聴いてくださった方々に幸せが運べることを願って神戸市立西灘小学校臼井誠先生が震災後すぐに作られたこの曲幸せ運べるようにを点灯式の助走曲始まりの音楽としたいと思います会場の皆様もぜひご一緒に歌っていただけたらと存じます神戸市立西灘小学校幸せを運ぶ合唱団110名の皆さんです指揮は臼井誠先生です強い心を持って
幸せを運ぶ合唱団110名の皆さんでした。ありがとうございました。毎年お子さんたちのこの歌声に心が温かくなりながら点灯を迎えています。神戸ルミナリエ、今回で20回目の開催となります。毎年本当に大勢の方々に支えられて開催しております。それでは点灯セレモニーに移らせていただきます。セレモニーにご参加いただく皆様をご紹介させていただきます。お名前をお呼びいたしますので、どうぞステージ中央にお越しくださいませ。まず主催者を代表して、神戸ルミナリエ組織委員会会長、久本秀三神戸市長、神戸ルミナリエ組織委員会会長、大橋忠治神戸商工会議所会頭、神戸ルミナリエ組織委員会副会長、金沢和夫兵庫県副知事、旧居留地連絡協議会副会長松岡達也様、そして先ほど幸せ運べるようにを歌ってくださった皆さんを代表して、神戸市立西灘小学校6年生竹藤日向さん、同じく西灘小学校6年生関東海里さん、ステージ中央へお願いします。本年も点灯セレモニーは正面の神戸ルミナリエ希望の鐘を打ち鳴らし、点灯の合図とさせていただきます。1995年1月17日の阪神・淡路大震災によって亡くなられた方々の鎮魂と神戸復興への夢と希望を託す光として灯されます神戸ルミナリエ、それぞれの願いと祈りを込めて間もなく点灯いたします。神戸ルミナリエ希望の鐘の音が今鳴り響きます。それではどうぞ。終了させていただきます。皆様、お寒い中大変ありがとうございました。前の方に続いてゆっくりお進みください。
するのでください。冷たいコーヒーやそう。